さん、ボカちゃん、こんにちは。わたわた、トムジンです。兄貴です。トムジンです。カズヤンです。よろしくお願いします。お願いします。ボカちゃん聞こえてたいや緊張してるんですよ、ポコヤンさんとのコラボということで。もうすぐ2年になるの緊張してますよ。いやいやいや、で、母さん、前半ね、はい、素晴らしい TM トロポ、本当ありがとうございました。いやいや、無事成功させたということでありがとうございます。あの TNT トロッコにちょっとインスパイアされてですね。おはい、後半は TNT トロッコ100個で山ぶっ飛ばしてみた。うわぁ、暴力的だなめっちゃ面白い、やりたいと思いまーす。うわぁ、ドエスだなぁ、山に対して。山に対してドエスだなぁ。寝ましょうか。はい、あ、寝ましょう寝ましょう。おはやちはー、おはやちはすはい、というわけで、はい、ここにですね、はい、トロッコは100個、TNT は100個ありますんで、うん、ちょ、みんなで手分けして、これね、組み合わせて TNT トロッコを作っていきましょう。はーい。OK。作れたー。うちまだ残業。残業なう。残業っていうか、遅刻してるんですよ。うちは残業してます。じゃあ、レールと、あ、レールだけでいいのか、あとディスペンサーとかいるね。うちレールもディスペンサーも持ってるよ。あ、完璧じゃないですか。うん、段取り上手とは私のことですよちゃんと持ってますんで。ありがとうございます。結構大丈夫ですか、カズさん。はい、もう大丈夫です。よし、じゃあ行きましょう。はい雪山の方にいいのがありますよ。あー、いいっすね。邪魔やったっしょ、この白熊さんの後ろの山。そうっすね。なんかこれのちょうどいい感じのなんかちょこんって出てる、はい、この山とか結構手応えありそうやけど、小さすぎるかな、これ。これですか。あ、いや、ちょうどいいんじゃないですか。イメージとしては中に細い一マス分のトンネルを掘って、うん、その山の中心部のところで爆破させたいんですよ。いいね。あ、いいね。なので、ね、はい、今兄貴らがいる山の方がいいか。そうっすね、いるよね。いいんじゃないですか。うん、じゃあこれ取ってる。よいしょ。レール取れなかった。レール撤去しましたよね。撤去した。うん、地下道にしましたよね。あ、そっかそっか。ゲストさんのためにやって。ああ、そうですよTNT をぶっ込む位置ってのも重要ですよね、これ。ああ、そうですね。それが多分一番大事でしょうね。うん、うん、どの高さにぶっ込んでいくかっていう、うん、よいしょ。気をつけてくださいよ。行っちゃっていいですか。全部行きますからね、全員。おー、1、2、あ、いいね。減ってってるよ、いい感じに。ぶち込め、ぶち込め。よっよっ、高橋名人。よっ長押ししてるだけですよ。よっ。よし、これは持ってるものは全部入った。はい、はい。ってことはもう全部入ったね。そうですね。いやー、減ってってますね。すげえな。TNT トロッコは今ここに力がすげえ。うわ、怖っ。あと20トロッコでもう100個ですかね。すげえ。いいよ。怖いなー、これ。はい、なくなりました。おっ、重さ。ほう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 。あとは後ろを優しく壊して、はい、押すだけ。そう、優しく。オッケー。これコミティさん、カメラマンやで、はい、どっか高いとこから 見てた方がいいのかな。そうっすね、うん、こっちの小山の上か。でも預けといた方がいいっすかね。待って、大丈夫っしょ。プスッ、そうやっぱ大丈夫さすがに大丈夫っしょ。そんな人っすかね。ここの山の上からやったら TNT が飛んでった、飛んでく瞬間とかも見れるよ。
あ、いいですね。絶景ポイントがそんな。ここ絶景ポイントがありますよ。ここ。ああ、いいですね。ここめちゃめちゃ景色いいですよ。よし、じゃあ、後ろが壊せましたので、あとは押すだけですよ。押すだけなんだ。ついに。あの女性が全ていなくなった世界、あの押すだけ。それ意味違うやん。おお、すごいな。入れてるな今日も。いや、行きますよ。行きますよ。怖い。あー、3番。おっと。回ってる、めっちゃ。おー、喜んでる、喜んでる。めっちゃアピールしてくる。テンション上がってる。テンション上がってんの。飛んでこいって言わんばかりに。ほんとっすね。超圧的だなぁ。じゃあ、もういっちゃいますよ。はい。お願いします。行きまーす。はい。先っちょがすごいんだ、これって。そういうことっすね。うん、あ、そういうことか。トロッコは残るやもんね、だって。ってことはそこまでトロッコあったってことだよね。でも上方向はもう綺麗にぶち飛んだね、これ。そうっすね、うん、高さは良かったっすね。あ、すごい。上も下も強いんだ、これ。すごいな、まん丸に掘れるって感じですね、当たったところが。で、このレールの部分、ブースなんですね。そうだね、レールは壊れないんだね。あ、うわ、すごい。これはすごいな。すごいな。中心じゃないんだね、爆発の。なんか、そうですね、円の端っていうかね、円の。そっから吹っ飛ぶみたいな。そうだね。すげえ。いい勉強になりましたね。これは。だって普通に TNT やってもこんな吹き飛ばんもん。吹っ飛ばないっすよね。なんかもっとブロックだらけになるよね、適当にやると。うん、なります、なります。あと削るのがめんどくさいぐらいの感じありますけど、これは。そうですね、ちゃんとまん丸に掘れたような感じ。すごいね、すごいすごい。これやっぱりこっちから見ると本当にそっちの面ちょびっとだけ残ってる感じ。なんかその爆発の瞬間、その水がすごい見えたんで、うん、あ、それに相殺されたのかなと思ったんですよ。あ、うん、じゃなくって、全然やわ。そう、すごい爆発力でしたね、これ。あー、すごかった。これまだまだ遊びの幅が広がるな。本当ですね、これ、あの追求しがいがありますね、これ。うん、いや、いい研究になったわ、これ、うん、はい。という感じで今日ははい TNT で山1個吹っ飛ばしてみようでしたけども、うん、あの半分吹っ飛びましたね、これね。飛んだね。綺麗な円を描いて、当たる位置が良ければ多分山1個吹っ飛ばしてたと思う、うん、みんなもぜひ遊んでみてくれよな、っていうところで、はい、あ今日は終わろうと思います。てくれよ。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。